きチャンネル。ちょっ、シーズン半分総チェック。ロッテ巨人編でございます。はい。はい、今日はね。はい。どちらももう来てて届かへんな。届かない。うん、ギリギリね。うん。でもじゃあロッテからねまず。はい。ね。何しとんっていうね。11連勝が終わった阪神戦、6月2日、そこから怒涛の負けっぷりです。11連勝終わってから交流戦、終わるまでが 1,2,3,4,5勝9敗です、うん、打てへんねんもん。急にね。いや元からそうです。だって11連勝してる時も何回も言ってるけども、平均得点 3.6 点や、平均防御率 2.0 点、 3.6 点やピッチャー頑張ってくれてんねん。2005年の12連勝と引き合いだしよく言われるけど、2005年の12連勝平均得点 7.2 点平均防御率チーム 1.8 やで、レベルちゃうねんて。確かに一緒にそんな感じ。そうそうそう、逆によく勝ってるよ、まあ、逆に。だって後者の話聞いたらそりゃするなと思うやん、前者の話すごいなと思わへん、逆にね。そうですね。でそうなった時にね、でもよ、でも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 よ、こっからよ、2位よ、37勝31敗、引き分け6回、3時間制限とかないのに引き分け6回、よう長い試合頑張るね、多くない？これ3時間半ルールぐらいの引き分けの数いくで、正直。で、今、貯金6ね、はい、でもソフトバンクとあの11ゲーム差、だってもう28やからな、貯金。そう考えたらよ、どんなにホークスが落ちてきても貯金20はいくやろ。どんな落ちてきても仮にね、はい、で今貯金が6ね、37勝31敗、で残りが49試合、でここで貯金を20まで乗せるって言ったらよ、残り69試合、はい、で貯金20を作ると思ったら14貯金作らなきゃいけないから、40勝29敗で11、43勝26敗これだね、42勝27敗残り試合で貯金21、42勝だから勝率で言えば6割8厘です。だもうちょっと頑張んなきゃいけないね。現状勝率が5割4分4厘だからもうちょっと頑張んなきゃいけないね。これで貯金が15だからね、だから21になるよ。でもホークスが今から借金7してくれないといけないからね。考えられないですよね、それがね。考えられないの。こぞって離脱ってしか考えないですで、これで79勝58敗6分けになるのよ、貯金21ね、まあ、これじゃ優勝できんよな。やっぱ85勝はしなきゃいけないよな、はい、最低ね。ホークス90勝しそうな勢いやからな。でも最悪85勝って考えたらあと6勝プラスだから、6勝だから48勝21敗残り、残り48勝です。48÷69 は、今のホークスと一緒の成績出せばチャンスある。85勝48勝ね、あと勝率7割約チャンスある？ないな。ないな。CS 頑張ろう。うん。いやだからさ、やっぱホークスにはもう勝たなきゃいけないのよ。ここよ問題はね。もう一つの問題点は対ホークスなのよ。ロッテが対ホークス今12試合終わってるからあと半分か。はい、それを10勝2敗。だ8ゲーム縮まるよ。そうですね。それでもまた3ゲーム空いてるから、うん。それぐらいの気持ちでいかないといけないよね。今4勝7敗だから。14勝9敗ぐらいでいったらワンチャンあるよね、うん、って考えたらよ、優勝したいんならねホークスに行かなきゃいけないところを21、22、23交流戦明け、しょっぱな3連戦2敗1分け最悪やろ、うん、ここがね、9対4、3対1、ね、最後6対6みたいなね。ロッテからすると投打の噛み合わせが悪いよね。点取ったら取られる、抑えたら点取れないみたいなね。だからもう今後も含めてチームがどこを見据えてるかね。最悪よ、 B クラスに落ちる危険性あるけども絶対優勝やと思ってね、
この前、俺はこの前日本ハムをやったことはすごいと思ったのよ。ホークス戦にローテーションを変えてまで山崎幸也、伊藤大海、そして加藤隆、こう当てたのよ。全敗したけど、はい、でも結果やん。でも新庄さんは優勝を見据えてると思うね、うん、だから優勝するためにはホークスを落とさなきゃいけない。ローテーションのバランスが崩れて他のチームにエース級が当たらなくなってもまずホークスを落とすんやと、うん、クライマックスシーズンなかった時の野球だよね、はい、ね。で言って、まあ、3連敗しちゃったけど、ロッテももうホークス戦に全員当てなあかんで、そうですね、もう今で言うともう小島、種市、でも誰やメルセデスか、それかもし石川が復活したら石川かとかね、はい、まあ、佐々木朗希が復活したら佐々木朗希とかもう全部もう当てなきゃいけない ね薄くなってもね。それをしないと、だから今後のこの15、16、17や、この3連戦に誰をぶち込んでいくかが勝負やな。これでもホークスに負けてたら優勝ないから ね。あとこんなオールスター前年やからもうリリーフも休ませてる場合じゃないから、つぎ込まなあかんねホークス戦だけは。だから他の時にはちょっとゆったりローテーションして、はいはい、ホークス戦だけはもう全集中でいって、でホークス落とさないと優勝ないからね。まあそれはチームがね、いやいや優勝いいですよと、クライマックスから行きましょうと、もう今年諦めましたと、もう2位か3位にも入れ、もう2位最強やと、もう最悪3位に入れたらいいんやと、ね、だからね、8月9月バテないように、終盤バテないようにやっていこうと、もうホークス行ってらっしゃいと言うんだったら俺はいいね、はい、早すぎるやろ行ってらっしゃいには。早すぎです、こんなに好き勝手やられたらあかんさ、あかんやろこれは、あかんさ、うん、だからそこはね、やっぱ当てなあかんと思うね、はい、で、まあ、もう一ついいところは高部がね上がってきて、うん、はい、でスローイングも結構いいのよ、うん、もっと投げれないかなと思ったらいい感じでね投げれてるから、まあ、ここも不安もないなっていうところで高部ね、うん、でまた藤原が上がってきて藤原がいい感じになってるんだよ、ね、うん、でこのね6月といえば岡8試合連続ツーベースね、日本新記録、これ6月月間打率3割6分1厘で近藤に次いで2位だからね、すごいですね、うん、で高部が3割7厘でしっかり結果を残してね、はい、でポランコも2割5分8厘と、ちょっとずつね上がってきたっていうところはあるけどもね、これいいところもあるのよ、はい、でも最近ちょっとポカ多いのよ、エラー友杉とか簡単なやつ、ポカやめよ、うん、やっぱりね、ロッテ、6月エラー17個、パリーグ1位、多すぎるって。でチーム防御率 3.88、 こうめっちゃ下がってちょピッチャーだから打たれすぎやね、リリーフ 4.48 やから、今コルデルとか上がってきてちょっと再編成あるけども、ちょっとピッチャー頑張んないと勝たれへんで、はい、打ち勝つとかないからね、正直試合的にはあったとしても年間通したらね。でチーム得点80点取れてんだけど、チーム失点95点、6月パリーグ1位だからね、その中2位よく踏ん張ってるよ、ほんと借金15だよ、得失点差で言えばね。だから結局勝率も9勝12敗と負け越してんねん。だから6月4位だからね、6月の時点で8ゲーム差ホークスと広げられたからね、まあ、交流戦ね負けちゃったっていうところもあるけどもね。でも5月は15勝4敗で1位だったんだよロッテ、5月は、はい、中防御率も 2.51 よかった、リリーフも 2.19 でよかった、ホームランも14本しっかり打って、チーム打率2割6分2厘も1位だったと、いい感じなのによ、バテる早いで、っていうかバテないためにゆったりローテです休み休みしてんじゃん、もう休み休みしてバテてたらもうお前できんで試合でも今いい感じで来てるから、佐藤としても頑張ってるし ねもうちょっとポランコ外の一発構成がねもうちょっとあってもいいかなって正直思うんだけども、そこら辺が伸びてくるとねもっといい感じになるからっていうね、今こういい感じで来てるから、あとストップ・ザ・ホークスなのか2位死守なのかどっちやねんっていうね、2位死守だったらまあまあねいいけど、もうホークスだけに負け越してんねん本当に、楽天にも勝ち越してオリックスも勝ち越してね、日本ハムに勝ち越してね、ここから週末西武戦やね、西武も8勝利ないですからね、うん、そうだよ、まあ、どこ見てんねんっていうね、他のチームに勝っててもホークス負けへんからな、結局縮められへんねんホークスにゲーム差を、広げられていってんねん地道に、そういった意味ではロッテはもう今後優勝に向けてはホークス戦どこまで持っていけるかね、勝負だね、でもチーム状態としては悪くないから ね、そこら辺をグッとね上げていってホークスに全集中でいけるかどうかね、勝負だね、はい、続いて巨人、はい、巨人もねもうなんだかんだ言いながらっていうのもあるけども、結局ね今貯金1だからね、阪神と一緒だね、我々言いながら踏ん張ってるね、頑張ってます、うん、でももうやっぱりね優勝するためには岡本よ、岡本さんが全然6月打率2割1分7厘ホームラン3本、
ね、打点は15と稼いでるけどもちょっと苦しいね。ヘルナンデスと丸のおかげだね。そうですよ、うん、躍動してる、はい、でたまにの吉川ね、うん、守備はめちゃくちゃね、もうゴールデングラブやろあれすごいっすね今年ね、はい、うん、吉川ね守備はすごい、うん、でピッチャーね、ピッチャーもさ巨人ね6月9勝12敗チーム打率2割4分9厘はそこそこ打ってる、チーム防御率 2.97、 リリーフ 3.71、 セリーグ最下位、ちょっとバタつくな。だから巨人は勝てる試合をちょっと落としてる最近リリーフで、去年になってるまだ8回になってる、うん、でもそこにまあ大勢も帰ってきた中川、ね、うん、中川でも帰ってきた初日両方バタ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 だって初日おいおい大丈夫かみたいなね、全部まっすぐでいって、うん、最後高め振ってくれたからよかったけど、あれ初球振ってくれてなかったよ、やばかったね、押し出しもあったね、はい、ね、まあでもそこ小林もね、あれ勇気ある、あれ強気のリードやな、はい、あの高めはあの一球でしたね、うん、でもまああと西舘もね、まあ、ここからちょっとね体力的にどこまで頑張れるかも勝負だし、バルドナードも若干ね荒れるしね、まあ、でも高梨頑張ってるね、頑張ってますね、うん、たまに行かれちゃうけどね、で船場さんはね、うん、あと先発ちょっとね菅野が1回離脱ね、うん、ちょっと仕掛けたけどね、まあまあいい感じで、戸郷も抑えてんのに6勝4敗ちょっとこのね組み合わせあるよね打線の、ね、うん、山崎より6勝2敗だって防御率両方とも1点台やで、で高橋礼のちょっと勢いがねなくなっちゃって最初のね、でもグリフィンが帰ってきたからいい感じやね、でしょ、うん、いい感じグリフィン、うん、ちょっと勝ち星はねついてないけども投球内容はめちゃくちゃいい、で何かあったら赤星ね、何かあったらと、でケラーね、あとこの前井上良かったしね、ああ、ね、うん、いいピッチングね地元でね、で堀田と、だからリリーフもうちょっとバシコーン行きたいよね安定的にね、去年取ったやつはどこ行ったん、 K 鈴木とか近藤とかどこ行った、どこ行ったんですかね、ね、だからあと巨人そうやな、エラーもめっちゃ少ないね、7個だからね唯一の、でもね基本塁打多い16本、ちょ一発目あるチームに、それでカンカンって負けてる可能性もあるしね、だって5月13勝10敗でやっぱ勝ってる時っていうのはね、しっかりリリーフが抑えてんね、だから巨人はねリリーフさえ良かったらチーム成績良くなるから、もう課題はもうリリーフやな、まあ打てないのもあるよ、でもそれをこの得点結構あんねん巨人、81点はヤクルトに次いで高得点なんだけど、多分取る取らないっていうのが多分ありすぎるんちゃうか、取る試合は爆発するけども取らない試合多いっていうね、であとなんて言ってもねこのオリックス楽天の交流戦6連敗痛かったわ、この6連敗が痛かった、この多分ねこの6連敗全てちゃうかっていうこの今の現状ね、そこさえなかったらね日本ハム戦には2勝1分けで乗り切って、であとこのヤクルトのね交流戦明け初っ端でやっぱこの戸郷で負けたら痛いよな、ね、2対4やっぱ戸郷がねもうちょっとピリッと頑張らないと、でその次はね0対3シャットアウトで、日曜日はなんとかね4対3でギリギリ勝ってっていうね、ところもあるけども、ちょっとで噛み合わせだね、投打のねバランスで、首位阪神、あ首位広島にねしっかり2勝1敗で勝ち越したのも良かったからね、だからなんかいい感じ、なんかこうふわふわするけどいい感じで来てんのよ、こんな6連敗だ、ここ6連敗3勝3敗だったらマイナス6がなくなるわけ、はい、そしたらでかくな巨人だって6月そしたら5割になるんだよ、あの6連敗がなかったら、はい、あれが3勝3敗だったらそしたら全然違うやん、はい、そう考えたらでかいな、でかいですね、うん、5割ちゃうか、貯金か、3敗なくなって3勝になるから12勝9敗だったらね、12勝9敗ですね、うん、12勝9敗だったら結構今2位に入れたのにな、はい、まあ、たられば言っても仕方ないけど噛み合わせやな、岡本やな、岡本プラス噛み合わせね、うん、っていうところがうまくいけば、これ噛み合わせじゃあどうしたらいいんですかって言ったら分からんからな俺らも、そんなもん分かってたらもうずっと勝てっからね、あとやっぱ戸郷が投げたら絶対勝つでいかないと、戸郷の6勝4敗は防御率1点台なのに4回負けるのはちょっときついよな、まあ、ここに大城がね立ってきてるから、まあ、そこも坂本がいないから大城ファーストに行ってるだけで、坂本君帰りならどうするんですかね、大城キャッチャーか、じゃあしかないよな、仕方ないですよね、うん、ここまたどうするか問題がねあるよね、うん、俺ウルトラシェ知ってんね、聞いて、何だっすか、坂本ショート、あー戻す
だってもう結局さ門脇もつかみきれへん、ね、伊豆口もつかみきれへん、結局おらんやろ、うん、でファースト大城がいい感じないわけやろ、そうです、で岸田も使えて、でサード岡本だからもうショートやん、戻すしかないんちゃう、それが一番今ジャイアンツにとったらいい手ちゃう、ね、ショート坂本一番いいっすね、それバランス的にはね、うん、ちょっと2軍でショートの練習もさせて、だってそんなできるやん、ずっとショートなんやから、ステップワークね、足さえ動けばできるからね、うん、これはもうこれしかないんちゃう、これが優勝に向けての最後のピースちゃう、これやな、優勝に向けてのキーポイント決まったな、それしかないっすね、ショート坂本や、これを阿部監督ができるかどうかやな、でもし何かあったらさ、はい、途中交代して岡本ファースト坂本サードのショートに門脇とかでもやって、はい、途中から、はい、守備替えて大城のところにね、はい、ダイソー出してからのみたいな、はい、ダイソー門脇からのとか伊豆口からのそのまま守備、はい、これやな、いいっすね、いいやろ、ダイソー要員もいっぱいいますからね、うん、優勝に向けてのキーポイントは何気にショート坂本かも分からへんの、大丈夫これ動画出す前にショート坂本っておーおーおーみたいな、いや言ってましたよみたいなね、どっちが坂本ショートが先か里崎チャンネルが先かの勝負やな、はい、順番変えられへんからですまあそこが何気そこポイントかも分かんないよね、それでうまくねハマって打撃が復調していけばねっていうのもあるしね、今なんとかもね、だからもうリリーフだから、もうデータ見るともうジャイアンツはリリーフさえしっかりできれば普通にジャンプアップして上がっていくって出てるから、そういった意味ではリリーフの編成とリリーフの投手力、対戦も返ってきて中川と、ここが勝負だと思うな、これでオールスター明けまで見てショート坂本期待しましょう。